どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はカメラオタクになるなっていうね、ちょっときつめのタイトルで、行こうかと思っております。まず言っておきたいのがオタク、まあカメオタっていうんですかね、まあそれがね悪いとかそういうことを今回言いたいわけではなく、まあ例えばオタク、アイドルオタクとかジャニーズオタクとか、まあいろいろアニメオタクとかね、まあいろいろあるかと思うんですが、僕ねすごく尊敬するほどオタクと呼ばれている、人たち結構ね尊敬してるんですよ。やっぱりみんなすごく研究しているし勉強しているし、何しろ本当にこの人たち好きなんだな、ジャニーズ好きなんだなとかアニメ大好きなんだなっていうのが伝わってくるので、基本的にオタクと呼ばれている人は僕大好きなんですよね。ですが今回の話はその逆です。オタクと呼ばれている人たちの中にはちょっとね一部なんかこうこだわりなのかわかんないけど、人のことを否定したりとか悪く言ったりとか、人の持ち物をねなんかちょっとバカにしたりとかねする人がねちょっとねちょいちょいいるなっていう、特にねこのカメラ界隈っていうんですか、すごく感じたんですよ。僕はカメラを始めて2年ちょっとになるんですけど、それまではねカメラやってなかったんですよ。まあ若い頃にフィルムカメラをかじっていたっていう経験はあったんですが、もうそっから25年ぐらいずっとやめていたし、でまあ2年ぐらい前にね、やっぱりカメラやりたいなということで、でまあどうせ買うならライカ行こうということで、まあ国産カメラを飛び越えていきなりライカ買っちゃったんですよ。しかもですね、いきなりこの M 型と呼ばれている、初心者にはね、ちょっと不向きなんじゃないかと呼ばれているような、言われているような、このフルマニュアルのね、カメラを、まあ、購入しました。で、まあ、2年経ち、なんかこの2年間でね、特にこういった YouTube とか発信している中で、もちろん皆さんね、本当にコメントくださる方とか、いつも見てくださる方とか、本当に友好的で、実際にね、お会いしたりとかすると、まあ、僕は写真展とかやってるんで、写真展とかフォトウォークとかね、お会いすると本当にいい方たちばかりで、みんな、すごくね、写真撮るのが好きっていうのが伝わるんですよ。中にはこういった機材に詳しい方とか、あとプロの方とか、先生と呼ばれているような写真家の方とかね、もうおかげさまでいろんな方と交流を持つことが、今ねできていて本当にありがたい限りなんですが、もう中にはねちょっとねその逆というか、なんかアンチじゃないですけど、もうただのこれオタクじゃんみたいなね、機材オタクみたいな人がいてですね、それに対して僕はこうやって YouTube で発信してるので、まあコメントをねもらうんですよ。結構こうやってね発信とかしてるとアンチコメントみたいのもね来るのも事実で、特にこちらですね、これライカ Q3、 これ本当にすごい好きなカメラで、まあ Q3 ですとか、あとねこれの前の Q2 ってありますよね。もうライカが誇るベストセラーカメラ、僕も大好きで、先日も知り合いの方に Q2 を貸していただいてですね、この Q2 と Q3 をこう交換してこう撮らせてもらって遊ばせてもらったんですけど、すごいいいカメラだなと思って Q2 もね、本当に楽しいな、カメラ仲間、ライカ仲間っていいなって思っていたところ、まあ一方でね、そういったカメラオタクっていうんですかね、人の機材をなんか小馬鹿にしたりとか、ライカとはみたいなね、ライカとはこうだとかね、Q は M 型のなんか廉価版だみたいなコメントとかしてくる人とか、なんかわざわざねそんなこと言わなくてもいいのに言ってくる人とかもいてですね、もう本当にスルーしようかと思ったんですが、まあ今回ねちょっとそういったコメントも多くなってきたんで、今回ね動画作ろうかと思っております。カメラオタクになるな、これは悪い意味でのカメラオタクです。本当にカメラを愛していて、すごく写真撮るのが好きなオタクの方に関しては、今回当てはまりません。悪いオタクになるなという、
今回そういった意味でやってみたいと思います。まあ僕はねカメラオタクでもなければ、まあだからといってにわかとも思ってないんですけど、まあそもそもね、カメラやっていて自分が好きで気に入ったカメラを使っていて、それがまあオタクだろうがにわかだろうが、なんだろうがみんな一緒じゃんってね、そういう考えなんで、結構ね周りも言われている方いらっしゃるんじゃないかなと。ね、そんなことね言われる筋合いない じゃんっていうね、今回のお話なんですけど、まあ特にね僕はこのカメラでしょ、例えばまあ音楽をやっていたので、まあジャズが好きだったんで、例えばねその音楽の界隈にもいいオタクと悪いオタクっているんですよ。それこそこういったねファッションの世界にもいますよね。やたらなんかうるせえ親父みたいなね、音楽の世界で言うと特にジャズなんていうね古典的な音楽とか、まあ、クラシックもそうですけどもいるんですよ、ジャズオタクみたいな。いいオタクならいいんだけど悪いオタク、もうジャズとはこういうもんだ、その考えは違うみたいなね。リスナーに関してもそうだし、ミュージシャンプロとして、活動されているミュージシャンの中でもそういった方たくさんいらっしゃる、いろんな人見てきました。そういったことでね、もうくだらないなっていつも思うんですが、で僕は2年前にカメラを始めて、まあそういったね音楽オタクとかジャズオタクとかもうどうでもいいって、もうこれからは写真を楽しもうっていう時にね、やっていた中でやっぱりカメラの世界にも悪いオタクっているなと。まあこのライカっていうね本当にまあ高いんですよ。これライカ M11 ですけど130万かな。で M11 モノクロームになると今度140万で、ライカのレンズは本当にね100万を超えるようなレンズがたくさんあるんですよ。ヴィンテージカメラとかねもうキリがないんですよ。初期の頃のズミルックスとか初期のズミクロンとかね第一世代とか、まあいろいろ言い出したらキリがないんですが、もう自分がね好きで買ったものが一番いいじゃんって僕思うんですよね。ちょっと今回ね愚痴みたいな話になって申し訳ないです。何だったっけこの Q3 を買った途端なんかアンチが増えてきたなっていうね。なんだっけ Q2、Q3 は M 型ライカの廉価版だからそんな突き詰めるようなカメラじゃないみたいな、なんでそんなことをわざわざね人がなんかこう不愉快になることを言うのかなと。それかもしくは自分が持っている機材を自慢したいのかわかんないんですけど、まあ、そういった方もねちらほら、まあ、YouTube 始めて1年、7ヶ月ぐらい経つんですかね。おかげさまでチャンネル登録もね、多くなってきて視聴回数も本当にたくさんの方ご覧いただいておりましてありがたい限りなんですが、まあ、そういったね一部の方もねいるのも事実で、まあちょっとここら辺でねバチッと言っておいた方がいいかなということで、まあ初心者ではあるのかもしれないんですけど、僕は初心者が買ってこれめちゃくちゃいいじゃん、人にこう自慢じゃなくて紹介したい、これいいですよっていうことで M 型だったりこういったね Q3 を共有がしたくて、YouTube でね発信してるんですけど、まあこの Q3 に関してはね本当にめちゃくちゃ気に入っていて、もう M 型とはね全然違う特性を持ったカメラで、もうこっちフルマニュアル、こっちはオートフォーカスついたり手ブレ補正があったり動画が撮れたりいろいろできるわけなんですが、こういったねチルトになったりとか、もう M 型はねこういう機能一切ないので、まあどっちも好きなんですよ。で僕のチャンネルではこういった自分の好きなもの、まあカメラだけじゃなくて例えばカメラガジェット、これね買ったんですけど、カメラバッグ買いました。これねまた後日ねまあ、レビューというかご紹介させていただきたいと思っております。僕の友達の村田さんにね紹介してもらったんですよ。村田さんと喫茶店で待ち合わせした時にで僕ちょっと遅れて行ったんですけど、で着いた途端にですねテーブルの上にこれがポンって置いてあって、おいそれなんだっていうことでこれ買ったんですよ、いいんですよっていうことで村田さんにね紹介していただいてね、これはまたレビューします。いいっすよこれ。M 型ライカが2台入ります。
あの 50mm レンズ、これね今ちょっと 28mm のズマロンつけてるんですけど、これとこれスポット入って、これ 50mm レンズつけても同じですね。スポット入って、なおかつこういったね Q3 のようなちょっとごついですよね、ズミルクスの 28mm ついてるやつ、これねスポット入るんですよ。ウィークエンドカメラバッグっていうんですけど、これはまた後日動画作りたいと思います。めちゃくちゃおすすめのカメラバッグです。いわゆる、カメラ屋さんが作ったバッグではなくて、レザー製品を扱っている業者さんがね作ったカメラバッグということで、作りがしっかりしていて、なおかつデザインがいいっていう理由で僕は買ったんですよね。まあちょっとね、僕ちょっと趣味でレザー製品っていうのをねこだわって楽しんでるんで、これ見た時にねめちゃくちゃいいじゃん、カメラバッグに見えないカメラバッグっていうんですか。僕はね自分が好きなものに囲まれている生活っていうのをしたいと思ってます。それで1ミリでもなんかこう気分が良くなったりとか、テンションが上がったりとか、こういったねライカとか、あとまあ富士のカメラとか僕今興味があるんですけど、なんかかっこいいカメラを持つと写真撮りたくなるじゃないですか。それでいいと思うんですよ。自分が気に入ったものを買う、それが Q3 だろうが M3 だろうが M4 だろうが、自分が気に入って買ったんだったらね、それが一番いいに決まってるんですよね。で気に入らなければまあ売っちゃったりとか手放したりとかするんでしょうけど、もう人にね言われる筋合いないというか、なんでそんな Q3 比なんて買ってんのみたいなコメントみたいなのもあってですね、今回こういった動画作ってるんですけど、そんなもう俺の勝手じゃんみたいな感じで、今回ね急遽時間があるんでね、お盆休みなんで、もうこういう時じゃないと動画作れないなということで、今回動画作ってみました。カメラオタクになるなっていうね、いいカメラオタクになってください。僕は自分でまあオタクってほど詳しくもないし、今後もそんなね、のめり込んではいるんだけど、なんか詳しい人にはならないと思うんですよ。なんかもう機材そんなにね、なんかこう自分さえ良ければいいみたいなところがあるので、まあオタクにはなれないし、かといってなんかにわかっていうのもなんか違う気がするんですよね。だからもう初心者だろうがなんだろうが、カメラ買ったらもうにわかでもないし、オタクになるんだったらいいオタクになりましょうっていうね、今回のお話なんですけど、何の話してたんですしてたのかな、ちょっと忘れました。Q3 か、Q3 ね、これいいですよ。で特にね Q2 ユーザーの方多いですし、Q3 を買いたいな、欲しいなって思ってらっしゃる方に、僕は自分でいいと思ったので、なんていうのかな、ハッピーをお伝えしたいと思っているんで、どうかですね、まあアンチコメント、まあやめろとは言わないですけど、もうそんなこと言ってどうすんのって、これ Q3 めちゃくちゃいいぜ、一回ちょっとライカストア行って、今ライカストアこれキャンペーンやってるから触れるからハンズオンしてみてくださいってね、もう言いたいだけなんですよね。そういったことで、なんかね話がちょっと支離滅裂になってきましたけども、まあここ最近、まあ YouTube 始めて1年半ぐらいで、だからでカメラを始めてまあ1年半ぐらいか、たったところでね、ちょっとこういったまあ、カメラオタクになるのはカメオタっていうのかな、ちょっとねずっと思っていたことだったんで、今回、動画として作ってみました。いいカメラオタクになりましょうっていうね、なんかこうカメラオタクっていうとね、なんかこうカメラ持ったおっさんで、まあ僕のことですよ、おっさんでなんかこう格好も何も気にせず、ただひたすら機材にこだわるみたいなね、そういったなんかおっさんのイメージがあってですね、それ覆したいなっていう思いはありますけどね。まあ服に興味がないとかまあいいんですけど、本当にねいいオタクになりたいもんですね。オタク最高じゃないですか、ですが悪いオタクに
ならないようにお互い気をつけましょう。お互いおっさんです。お互い、まあ若い方もね、あの見てらっしゃるかもしれませんけど、女性の方とかね見てらっしゃるかもしれませんけども、あの結構ね僕世代の方が多いんじゃないかなと。僕世代とか、あとね僕より年が上の方とかね、見てくださってる方多いかと思っているんで、まあ今回ちょっとね同じおっさんとしてね、こうちょっと言わせていただこうと思っていてですね、はい、今回こういった動画作りました。はい、ということで、夏休み突入しました。なんか台風が近づいてきているということで、お盆シーズンはひょっとしたら名古屋は、台風直撃かもっていうところで、まあ今日もねいろいろ撮ってまいりました。台風が来る前にね、いろいろ撮ってきて、でね思ったんですけど、日中はやっぱり危険ですね。暑すぎて熱中症対策、まあ、こまめな水分補給とか取りながら、まあ、やってはいたんですけど、やっぱちょっとね日中取るべきじゃないなということで、まあ、夕方以降を狙って今日も夜取ってきたんで、また作例いろいろお出しさせていただきたいと思っております。はい、Q3 のね作例いろいろありますんで、また見てやってください。はい、ということで今回はねちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたけども、はい、お互い楽しんで、やりましょうっていう、はい、今回の動画です。はい、ということで今回の動画以上となります。ぜひですねチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。